つまり今の東海道岩田でありますな。天竜川の花音とも聞こえて、さて初夏の東海道はこれがまた面白い。年中こう言うてる。今日もご機嫌さんですか。ルート53次、この浜松のあたりはね、もう夏の陽気で、そう、夏となりますとね、ほら向こうにいるようなカメラマンの先生がコマーシャル撮影なんかね、一生懸命になってはるんですよ。助手、助手、絞り 5.6、250分の1秒でここは決める。戻る、佐田君。はい。あ、君、タレント君休んでちゃダメじゃないの。僕はね、こう天竜川をバックに、君のその、理知的、というかこの、なんつうか、仕事に疲れというか、まあ、つまりこの、都会人の優秀をテーマにだね、CM 写真撮りたいわけよ。はい、にっこり笑う。にっこり。助手、フィルムが無駄なんだ、君。笑顔が違うんだな、笑顔がな。先週、五木玲子君と違うな。それは当たり前ですがな。じゃあ、もうにっこりやめ、やめた。走りで行こう、走りでね。天竜川をバックにだね、フィルムのヌードね。はい、これ行こう。はい、こっから前を押さえて、パッと走る。ちょっとちょっと先生、僕男ですぜ。男は君走るのかね。でも片手でくれませんけどね。ダメだなぁ。いや、昨日東てるみと付き合った時は片手で隠れたのにね。男はダメね、ほんとに。まね、走りやめましょう。やめた。だいたい僕はだね、日本で CM 撮るほど少ないのよね。普通グアムとかサイパンとかアッツとかキスカとかガダルカナルなのよね。あれバックが悪いんだよな。オーストラリア飛びましょう。オーストラリアは今冬の始めだ。木枯らしが木々の落ち葉を鳴らして通り抜ける。遠い高原はもう冬の厳しさと憂いに包まれ、静かにひっそりと雪を待つ。これよ、これね、元からの僕のイメージ。はい、サータ君乗っていきましょう。歩く、歩く、風に向かって。木枯らしの中、一人の男。そうだ、人生の重荷を背負った肩、洋服の襟が風に震える。いい、いい、君は誰かに訴えたい、その気持ち。そこでふと振り返る。カメラへつぶやく感じ。そう、今だ。はい、そこで一言言う。目標427点。いい、これくらいのことでオーストラリア行くな。おう、ギリさん、本当にオーストラリア行くそうですけれども、あんな本なんじゃないよね。もちろんですよ、それ。あんたビシッと決めてね、ビシッと決めてきますよ。男もちゃんと映るようにね。ジュリーさん、あ、映るって、いろいろライティング、そう、ライティングビシッとやってもらってね。先生はどういう方がいいですか、この写真の。いや、もう、いろいろ今までいろいろやってもらってね。はい、はい、それからオーストラリアってジュリーさんにとって初体験。初体験です。初めて。あっちの南の方とか、南の方、初めて、初めて、そこ赤道を渡って、そう、ほんでだから時差がなほとんどないね。あ、そうなの。うん、季節が真裏で。ジュリーさん、さっき言ったように、こっちはなんか要するに冬とか。そう、オーストラリア、これから冬に突入、冬にずっと真冬になってくるでしょ。で、着るものが大変ですね。いやー、まあね、まあね、フォーシーズンですから。なるほど、最近のまま、そういうことでございましてね。はい、はい、フォーシーズンものを持ってね、オーストラリア行ってくれば元気に行ってきていただきたいもんでございますね。はい、てなわけで、今週は東海道を見つけからお便り。はい、まずはジュディさん、私からいきますよ。はい、この方はですね、フロムジュディさんという方ですが、ジュディですよ。ジュディさん、はい、お久しぶりでございます。お二人ともお元気ですか。私は覚えてくれますか。私、梶原茂を守らない会の会長さんです。会員が一人増えました。現在20人です。私現在15歳、ジュリーの子供であってもおかしくない年です。本当にジュリーのようなファーザーを欲しいでるよ。聞いて、聞いて、私、好きなことの相性を占ったの。そしたらなんと 93%、 ジュリーと私 63% って。ジュリーさん、寝てますけれどもね。なんか、なんか言ってました。なんか言ってました。もうね、これ初めてやね、これも。オーストラリアも初めてですけれどもね。ファーザー、ジュリーのようなお父さん。だからね、あの、三谷秀明さんとかね、あなたにか、ジュリーさんね、こういう、何を言ってるんですか。ふんだしのね、あなたね、ヤングのその人気投票と、それからいわゆる中年、僕は中年には入ってませんよ。森さんとか、伏瀬さんとか、五木さん、全部入ってるの。入ってるの。僕はヤングの方でのみなんです。さあ、それじゃあ来年からってことをしていただきましょうね。時代がやってきたな。はい、ということでございまして、はい、それでは、もう一通でございますが、大阪の平野の消印でございまして、名前は書いてありませんが、ピンクが書いてますね。
私この前ファンとしてとてもハッピーな出来事があったんです。ほうほう。それはね、私がお風呂屋さんの湯船から上がって着替えて毛を乾かしてる時、ジュリさん、ちょっと本当で言っちゃいけないよ。いやいや、ジュリさんほら、いや別にこれはね、髪の毛って書いてあったら髪の毛って読むんですけどね、毛を乾かしてた時、いろいろ人間にはまあ大体髪の毛って、まあ、どこされたんですか。いやいやまあそういうことでね、で毛を乾かしてちょうどお風呂屋さんのテレビで、はい、ジュリーが出てたんです。あ、最近あの銭湯にありますね、ありますね、テレビ置いてあります、はい、もちろん、うん、飛んで行って見てました。まあするとするとで乾かしながら飛んでたの、女風呂の人たちが後からあ、ジュリーやとか、ジュリーとか言って見に来るんです、うん、そしてとうとう最後には腰を曲げたおばあさんまでが、え、ジュリーやてと言って見に来るんですこれ想像しただけで面白いね。まあおばあさん毛乾かしても乾かさなくても、そうするとみんななんかどっちでもいいですけれどもね、来てたんやのか。いや、もうほっぴらげでしょうね。ほっぴらげで一応おばあさんだけでしょ、その腰になんか巻いて出てきたのね。ああ。ジュリーさんそう思えない、テレビなんかでね、ええ、例えばテレビの方からジュリーさん見えるでしょ、ええ、ジュリーさんの方から全部見えたら面白いね。いや、これね面白いね、なんかバンバン覗いたりなんかして、ね、いや、ぐわーっと戦闘しけれどもねはい、そんなわけで今週もですね、たくさんのお便りいただきましたんで、ジュリーさん住所だけでも読んでいただきましょう。そうですね、はい、大阪府森口市の梅園町にお住まい、福島真美さん、ありがとう。Yeah.